はい、皆さん、チャスナーと申します。なおやっていこうと思います。まずはね、皆さんに感謝というか、昨日80人の方登録者突破いたしまして、本当にありがとうございます。まあ、生放送とかの時にね、70人ありがとうってやったんですけど、もう80人いったということで、いや、もう本当にありがたいことです。まあ、次はまあ、90人目指して頑張っていこうかなという感じで、皆さん、水着イベントがもうすぐね、まあ、このプリクエルイベントが終わった後に来るんですけど、あと2日となりました。累計イベントの方は大丈夫でしょうか。もう僕はあともうここだけなんですけど、まあ自然だけで終わりそうかなっていう感じで、うん、なんで僕はもう今回であとやっていこうかなと思ってるんですけど、ちょっとやばいなって感じた人はなるべく急ぎ目でやった方がいいと思います。はい、っていう感じなんで、まあこのイベントもね、しっかり忘れずにやって水着イベントに気持ちよく行きましょうっていう感じでね、今日の企画なんですけど、まあ正直今日の企画はね、まあ本当にネタの不足として、まあちょっと上げるか悩んでいた動画なんだけど、まあちょっとね80人も行ったし、ちょっと毎日投稿できれば頑張りたいので、今日は、うん、していこうかなということで、この企画を僕が持ってきました。はい、題して7分の22のメンバーとマッチングできる時間帯考察ということで、まあ、やっていこうかなと思います。まあ正直ね、これね、どうしようかなと思ってたんだけど、まあ、結構あのこの間ツイッターとかでもちょくちょくねマッチング報告がね結構上がったんで、まあやっていこうかなと。まあ僕自身もねまだマッチングっていうのはしたことないので、まあちょっと検証っていうか、なんていうんだろうね、そういう時間を考察して、ちょっと1回ぐらいは当たってみたいよねということで、やっていこうかなと思います。はい、まずは、滝川美優役の西条さんなんですけど、まあこの人は多分ソロライブでやってるんじゃないかと思うんですね。なんか七音フェスティバルの時もなんかトンボの気持ちしかやってないって言ってたし、あの正直報告が全く見受けられないので、まああとあんまりマルチライブ吹きそうじゃないので、ソロでやってるんじゃないかなと思います。はい、なんで正直、まあ、マッチングしたことあるって人はやってみてください。もう正直中の人が、あの中の人って分かりやすいんですよ。あの何々役とかっていう称号がもらえてるので、なんでマッチングした時には分かりやすいんですけど、まあ、一番すごいなと思ったのが、まあ、最近のツイッターなんですけど、まあ、ちょっと他の人の名前は隠すんですけど、宮瀬さんと岡部さんと鶴花萌さんとマッチングしてる人がいて、3人だよ。これすごいよね。まあ、3人が一緒にやってたところにマッチングしたってことなんかな、わかんないけど、それすごいですよね。まあ、僕も一回は当たってみたいなと思うんですけど、はい、じゃあちょっと次、丸山あかねさん役の白澤あかねさんなんですけど、この人はねすごい、もう AP いっぱい撮ってるイメージがあって、なんかまあ、ツイッターで丸山あかねの公式アカウントの方で結構ね AP のねツイートをいっぱいしてたんですけど、結構前ね、だからこの人もソロライブでやってんのかなっていう感じで、一回もマルチの報告がちょっと見受けらんないですね僕は。なんでちょっとマルチの報告が受けらんない人は、あの時間帯というか考察もできないので、まあちょっとやね、そこら辺は。はい、次、佐藤玲香役のね、岡部千春さんなんですけど、まあ、この人は、まあ、ツイッターでマッチングしてる人、まあ、レインヤンと、あの、スーアナさんと一緒にマッチングしてる人のやつしか見たことないんだけど、あの、単体でマッチングしてる人いたら、ちょっと教えてください。僕見たことないので。なんか、単体でマッチングしてるの見たことあるの、宮瀬さんだけなんだよね。だから正直、マルチなんかメンバーと一緒にやってるのかなっていうイメージなんですよね。だから、ちょっと時間帯とかそこら辺は分かんないですね。次がまあ、斎藤二子役の、まあ、川瀬詩さんですね。川瀬詩さんは、昨日のツイートあったかな？昨日のツイートで、孤独は嫌いじゃない、なんかずっとやってますみたいなツイートがあったんで、まあ、こっち側もフォローでやってんのかな？てか、正直、長い人とマッチングしてたとしても、あの、称号と名前変えられるともう分かんないので、マッチングしてる人もいるかもしんないけど、まあおそらくね称号はつけてると思うんだけどね。あと、まあ、マルチをストイックルームかとかでやってるかっていうのもあるけど、
まあちょっとわかんないですね、報告があったらちょっとコメント欄教えてほしいかなと思います。ちょっと次神木みかん役さんの鈴木花萌さんでいきます。ちょっとね、あの七音関連のツイートというかそういうのが磨いてない人はちょっと飛ばさせていただいてます。はい、この方はまあガチャ、ガチャをなんかあの三上のガチャが追加されてないですか、そこでなんか当たったとかなんか火なんだっけな、結構ガチャ関連のツイッターは見受けられたんだけどみんなね。まあでもね、萌えさんもミヤさんとホカゲさんと一緒になんかマルチやってるマッチングがあったんでメンバーとやってんのかなって印象っすね。まだ、あ、なんか初期の頃になんかミヤさんと萌えさんと白魚屋さんでなんかマルチしてる初期っていうかリーされた効果やってるね、画像もあったんで、まあ、メンバーとやってんのかなっていうイメージですね、まあ、正直本命がこのミヤさんですね。ミヤさんが多分一番マッチングしてる人多いんじゃないかなと思います。うん、なんでかっていうとって言ったあれだけど かなり多いマッチングしてる人、ツイート報告が一番多いのミヤさんだと思う。この人ずっとマルチでやってるんじゃないかなと思うぐらいやっていて、なんかこの間の僕が生放送した土曜日にもなんかやっていたらしくて、なんか僕がなんか生放送してる時になんかインスタでなんかストーリーで上げてたらしくて、なんかちょうど9時ぐらいに今から七音やってきますみたいななんかあって、まあ、ちょうど西条なごみさん誕生日の時だったんだけど、でその誕生日おめでとうっていうインスタのストーリーとともに今からやってきますって、ね、インストストーリーがあってちょうど同じ時間帯ぐらいになんかマッチングしてる人いたらしいですね。まあただ僕はマッチングしませんでした。生放送中にマッチングしたら奇跡だったんですけどね、ちょうど時間帯も被ったのにねーっていうのがあって、ちょっとまあ僕自身悔しいっていうか、まあ正直まだまだ当たるチャンスあると思うし、水着イベント来たらまたみんなやるでしょ、メンバーも。まあ、正直仕事とか、まあ、忙しい中でやってると思うから必ずマッチングしたいとかそういうふうには思っていません。うん、はい、まあ、できたら嬉しいなぐらいと思っております。はい、まあなんでだいたい夜型なのかな、 夜あたりやってんじゃないかと思うけど、まあ、こないだ七音の大会あった日にもなんか7時くらいにこのメンバー3人とマッチングしてる、夜のね、夜7時ぐらいにメンバー3人ね、ホカルさんとミヤさんとスーハナさんとマッチングしてる人いたらしいので、まあ大体、まあ、メンバーの仕事とかもあるだろうから夕方以降かな、まあ、昼とかは多分やってもいないんじゃないかと思うけどね、まあメンバーとマッチングしてみたい人は正直常に24時間やるしかないけど、まあそれは無理なんで、まあ、夜型を狙うのがいいんじゃないかと思います。はい、またまあなんかね、前に結構なんかマルチ募集みたいななんかミヤさんがやってたんで、そういうのもメンバーがやる可能性もあるので、そういう時間を狙ってそういうツイート見てやるのもいいんじゃないかと思います。というわけでちょっと今日の動画はねあんまり楽しんでもらえるか自信はないんですけど、まあこういう形で、まあよかったらね、まあチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。